逆再生来ました。いやマジで来たね、逆再生。例の世界はあの全て逆になっているっていう、逆になっているということで、あのもしかしたらメッセージも逆なんじゃないかというところから始まったシリーズものなんですけれども、はい、いけない、もうやってるもん。しかもこのさ、前さ、お前おばあちゃんかなんか見たもんね、逆再生。どんな声配信何してるの？俺また大輝に聞こえるよ。ああ、大輝、大輝、え、大輝かも。俺も大輝って聞こえるんだよ。これさ、なんか前もなかった。なんか確認しても同じ言葉に聞こえるってやつ。前もあったよね。前もあったよね、こういう現象ね。そう、一緒だった今。マジ？そうだ。ありえないからさ。そうだよ。そうそうそう。冷静になってください。そうだね。大輝の逆なんてどう考えてもキイだわけ。どうしよう。なんでだっぽい音がまず2個入ってる。すごいよね、これ本当に。本当に本当にすごいからね。おかしいよ。俺だよ、これ。わかるでしょ。わかる。意味わかんないね、俺だ。やばい。で、例の声は。ちゃんとしてる。普通に入ってんの。やば。あんのこれ。これなんでかっていうと呼吸音が入ってないんですよ。ああ。人間は呼吸音入ってるからわけわかんない。ここはないの呼吸音。これ俺正真正銘のね。やべ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 。こんな顔でっかい顔見えるね。見える。本当だ、見えるわ。わかる。めっちゃ見える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 。わかる。見えた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 。怖。うわ、めっちゃ見える。ちょっとでかくない？見える、マジで。うわ、バカ絶対。でかっ。真ん中にちょっと鼻が。そう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 。やば、これこんなんやばいやん。やばくね？え、マジな。もうさ、見た瞬間、え、何橋なんて思った。橋なんだけど、おかしいよね。なんか、普通に顔に見える。橋だとしたら、これ何？そうそうそう。しかもこの橋だけ俺ら通らなかったんだよ。通れなかったんだよな。これもう超女だもん。鼻っぽいの何って話。そうそう、怖いんだよ。他ないやんっていう。ないね。おかしいもんね。おかしいぞこれ。これやばい、これ結構やばい。じゃあスローモーションで。はい。あ、まあ聞こえるね。確かに。まあ重くなってきたな。重くなってきたね。しんどい気がしたよ。本日まだあと紹介する声3つあります。多いな。続いて紹介する動画は、鳥肌注意、呪いのビデオに映った現場が最強の心霊スポットだった。はい、これがあれですね、1回目の出張かな。そうですね、いっちゃん最初のやつね。6分37秒、やべえ声が入っているそうです。ブランコブランコ出たー出たー出たー。でか、長文喋ってんだよな。気持ち悪い。俺も一番苦手だこの声。声やばくない？やばいな、これこれやばいぞ。気持ち悪すぎる。ブランコブランコやばいやばいやばい。気持ち悪すぎる。俺めっちゃ具合悪いんだよ。これで逆説して多分やばいね。ね、やばそう。今のところなんつってか全く分からない。全く分かんないし。うん、何回言ってる？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 何？わかんない。多分みんな違うんじゃない？聞こえる。なんでふざけんなコラ。俺もこれ。多分でしょ。してごらんって。ふざけんなコラ。ごらんに聞こえる最後。ごらんは、ごらんっぽいのは聞こえる。これ乗ってきなって聞こえる。グランドだから多分。うわ、やっば。だってストーリーがそうだよ。ちょっと待て。おい。それは乗ってきな。やばい。乗ってきなって言ってる？しかもこれ遊具から聞こえたんだね、確か。待って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 、うわ、ドキツ、これ。やっば。え、そう聞こえたら俺終わるんだけど。なるほど、なるほど。うわぁ、うわ、それだ。これ乗ってごらん。乗ってごらんだね、完全に。あ、乗ってごらんで。うん、これすごくない？逆再生でもう聞こえたね。本当にすごい。違う、そこじゃないのよ。まあまあそうだけど、これ見てた、多分この動画見ればわかるんですけど、場所がここですって言われて、視聴者さんから。で、わざわざその呪いのビデオ見たわけ。その内容が、おじさんが倒れたんだっけ。倒れるんだよ、おじさんが。そう、ブランコの前でね。で、女の子いっぱいいろんなとこに動いているんだよね。そうで、女の子がいろんなとこになんか霊みたいなのが映ってるみたいな。それがブランコだったんだよね。そう、その現場が。
で、あと顔とか映ってるところもなんか遊具の近くだったみたいな、うん、っていうのでなんか繋がりすぎてめちゃくちゃ怖いな、これは。すごいな、ほんとに。あと俺が聞こえたのは、うん、呪うぞ、こら。あー、言うなー。まあまあまあ、僕、まあ、聞こえる。呪うぞ、こらか、乗ってごらん。乗ってごらん。ちょっとやばいけどね。いやいや、やっば。怖すぎ。まあ、まだちょっとスローモーション残ってる。あこっちだと呪うぞ、これは。キモい、声質キモ。いや、もうよくわからん。やばいね。いや、臭い設定やっぱエグいんだけどね。エグい、エグい、くしくこんなはっきり聞こえると思わなかったもん。え、どうしたもう何よ、今度は。ちょっと何何何何何、これはもう続行できないぞ、これは。何何何、また来い、また来い。今なんかカーテンが赤と見てるの間ぐらいあるんじゃん。なんかマジでこっち完全に今俺見たい。ここあるじゃん。うん、ここ、これが、それ一番怖いやつだ。うわ、新しいな。窓開いてるのにさ、そんな長くない。そういうのじゃない、普通に風とかじゃない、ポンってつついてる。あ、誰かがもうやってるんだ。つついたやつ。もう意味わかんない。ホルターガイストやんけ、それね。ってことは、中からじゃなくて外からなんだ。そうだからね。それか、まあ、壁、ドアの窓の内側いるか、そこの隙間いるかっていう話なんだ。うわ、だから正義を見たタイミングでしかやってないから、みんなちょうど見てるってことでしょ。正義が見てる時だけ。あ、見てなかったから。そうだよ、怖え、普通。ちょ、マジやばい、マジやばい。めっちゃ動いたからね。いや、ありえんやろ。いや、ありえん。そんな向けたらやばいよ。マジエグい。この動画は、なんとまだもう一個あるみたい。まだ、この動画11分44の声がこちらです。俺ここちょっと、いや、マジで嫌な予感する。うわ、気持ち悪いな。ブレンドしてブレンドしてブレンドしてめっちゃ喋ってて気持ち悪いわ。うわ乗ってごらんの、こいつと一緒じゃね。なんか似てる。ちょっと、いや、マジで嫌な予感する。まあ、似てる気がする。続いて、逆再生して。はい。うるすな、やな、一段目、ゆっとしてこけろ。こけるなんか、なんかね、なんていうの、うわうわですよ。その後なんか怒ってるみたいな。そうそうそう、スローでいきます。はい。うるすな、やな、一段目、ゆっとしてこけろ。これは、うわうわにしか分かる方はちょっとコメント欄で教えてほしいです。知りたいね、これね。本日最後の視聴者班。ラストか。最後かよ。ん？ん？もういいっすか。あ、いいっすよ。飛ばしていいっすか。え？また声聞こえたんで飛ばしていいっすか。マジ？マジ？本日最後の視聴者班。ラストか。ラストか。ラストか。多すぎないか。なんかだから、あ、そう、あ、聞こえてんじゃん。聞こえてる。よかったー。よかったよかったっていうか、よかった。どちらへん、久々聞こえたわ、声。聞こえてたよね、今ね。うん、この辺、ボンリーの横ら辺。ドアの近く危ないよ。女みたいな声だよね。うん、上質の声。なんで真ん中二人が聞こえんの。そう、だからレモンが聞こえてないから、ここだと思って俺はまた一人で騒ぐのかと思って、もういいやと思って。聞こえちゃった、俺も諦めモードだったけど。最後の動画です。はい。羽生田村のモデルとなった配線が異次元のヤバさ。前編じゃないですかね。12分10秒、これは皆さん記憶にも新しいと思います。うん、だらけです。出たー、おやすみだ。おやすみ、おやすみ事件あったよね。完全おやすみ。これあやすって聞こえるわ。まあそれ系だよね、薄れ。もやすじゃない。もや、うわうわ、やばい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 、嘘しろ、ちょっと、そうだ。待って、燃やす、焼けたとこだ。そうね、火事起きたとこだよね、ここね。だらけ。
うわー、燃やすな、本当だ。うわ、え、燃やすなって、それにしか聞こえないもん。うわ、気づいちゃったー。うわ、本当だな、同じ状況だよね、これ。気づき方がもうミステリーだな。気づきは、本当にちょっとそれをスローで聞こうよ。あ、これを標準語か。あ、なるほどね。え、うわー、より、より早すぎるよね。燃やすな、ちゃんと聞こえた、もっと燃やす。燃やす、燃やすにしかも、燃やす。これすごくない、本当にこのテンプレみたいな。え、すごいすごい、テンプレみたいな幽霊の声。やばい、声質がもう完全された。逆再生バージョンを聞いてください。あれ、もうそのパターンだ。そのパターンだ。もうこ同じだね。そう、すごいよこれ。逆にも一緒、うん、これ俺ら特許取れんじゃねえんだ。だってこんな情報さ聞かなくない。まあ、逆再生してもレイは同じことを言ってるなんてことを知らないじゃん、うん、俺ら発信の情報だから、うん、そうだ、ね、俺らが見つけたからね。やばいな、マジで。もやす。なんだ、つっつってるよ。なんでさ、終わりが作業なのって話なんだ。作業じゃねえ、意味がわかんない。マジで意味がわかんない。意味がわかんない。マジで意味わかんない。なんならさ、このさ、もう草むらを歩いてる音でさ、ちょっと違和感があるわけよ。声だけがね、うん、そうそうそう、ちゃんと変わってない。こちらスローの逆再生です。はい、聞いていきます。え、なんか違う、全部違う、やせえな。聞きにくくなったの、うん、確かに。そもそもスローにする必要もないけどね。まあまあ、うん、これに関して聞こえちゃった、うん、なんで燃やすなんだよ。なんで燃やすなんだ。逆にして燃やすなんだよ。なんでちゃんとさ、その場のさ、なんていうの、ストーリーに沿ったこと言ってんだろう。そうだよね、すごすぎて、なんか笑ってくるもんね。そうだよね、もうね、うん、なんでなのみたいな。はい、はい、もうありえなさすぎて、うん、以上でございます。いやー、すごい。逆再生、驚異すぎ、マジで。カロリーめっちゃ使う。本当にちゃんと見事に毎回毎回やばいの、ね、本当すごいよね。正直逆再生舐めてたわ、なんか長い期間空いてたから、うんうんうん、だいぶ空いてた。言ってそんなみたいな思ってたけど、ちゃんとやばいよ。やっぱよかったね、逆再生。うん、でもやっぱいつも思うのはあれだよね、うん、後ろから読んでんのにまた同じことに聞こえる。そうそうそう、それ超不思議だし、それがやっぱ結構な頻度であるよね。うん、不思議でしょうね。なるやつとならないやつがあるから、これまた意味があるね。そうで、ならないやつはなんかちゃんと言葉になってて、うん、まあ、一番わかりやすいのは俺らのね、喋ってる言葉がどんな風に聞こえてるかっていう、そう、うん、そこと比べればだいぶわかりやすいと思うんですけど、うん、逆再生のホラーナイト3個ぐらいあるんですよね。3個4個ぐらいは。そうだね、うん、ということで、ちょっと概要欄とコメント欄にも載せておきますので、はい、ぜひね、まだ見てない方見てみてください。お願いします。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。悔いはないでしょうか。ないです、ないです。いや、もうヘトヘトよ、無理です。カロリーが高い。次のホラーナイトでお会いしましょう。はい、バイビー。バイビー。確かに。え、しかもってことはさ、遊具もうちょっといい。遊具、そうで、この人だけ降りる、降りる。いや、マジやばいっす、やばいっす。降りろ、降りろ。あ、これ立ち入りしたやつか。そう、立ち入りしたやつか。ロッカー、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 俺ここちょっと、いや、マジで嫌な予感する。すっごく、許すな、嫌な一段目、言っとしてこけろ。えっ、さらけっす。はい、ありがとう。ラストか、ラストか、ラストか。